マジで10個は食べられる丸山狩りなマックのドハマリメニュー明かす。昔から私はすごく注目していて、元サッカー日本女子代表で40が1日までにインスタグラムを更新、日々の食べ物紹介ショットを公開した。この日、 丸山は、おはようございますという礼儀正しい鳩以上に早起きな私です、昨日の食べ物紹介でしたがまだ食べてたものあったと追加で乗り物に乗るような気分の、朝です、と綴り、昨日に紹介しきれなかったメニューを披露。一枚目はドライブスルーでマックに行った照り焼きバーガー、父と母にとビッグマック、元奈さんは昔から一筋、と、エビフィレを私もエビ一筋と買います。 と、家族の推しを明かした。さらに続けて、頼む時があり,がりき2階に1回この頭上の綺麗さに驚かされて、小さい時にびっくりした記憶がありますが、また大人になってからも変わらずにこの綺麗さが保たれるて驚きません。育児に癒されると、気づいた時に気づいたことやものがより今まで以上に私にハッピーをくれます、と、バンズの造形美を称える丸山。 マクドナルド愛は止まらず、2枚目は最近ハマりまくりなスパイシーベーコンポテトパイの凄さは昔から私はすごく注目していて途中なくなったり、復活したりしましたが、ベーコンポテトパイはもちろん、スパイシーベーコンポテトパイが美味しすぎてマジで10個は食べれます。スーパーサブからしても本物な気がしますこんなに主役になれるサブが凄す,すぎて、ハンバーガーたちもやや慌ててますよ。 原文ママと自身の選手時代と重ねてサブメニューにドハマり続けてユーモアを添えながらも山芋料理や小松菜を添えた手羽先料理なども写真を添えて紹介した丸山そして最後の写真では今年の2月に誕生したマナ娘のための離乳食を紹介に曰くぷくぷくの離乳食のタイですと表現するように 愛情たっぷりに手間暇がかけられているようだ。そんな丸山にファンからは離乳食まで微妙しそうに見えてきました。手羽先の料理微妙しそう。本当料理が上手ですね。朝から食欲そそる。いいな。今日もカリナさんの投稿を見たら元気もらえました。いつも投稿を楽しみにしています。マック良いですね。などの声が寄せられた。